美少の儀式は、松本清張の小説。週刊朝日1967年4月28日号から6月30日号に、黒の様式第3話として連載され、1967年8月に短編集、黒の様式収録の一作として、公文社から刊行された。1995年にテレビドラマ化されている。大学で、法医学を研究していた鳥。 沢良一郎は、夏の初め、奈良、法流寺内のアスカを鑑賞中、30代半ば過ぎの男に声をかけられる。その男は、自分は、鳥様式の仏像が持つ、古説の笑いに取りつかれている彫刻家だと言い,い、その大きな目は、情熱的な光を宿していた。秋になったある日、新聞掲載の展覧会表で、 微笑という大の彫刻作品が取り上げられているのを目にした鳥沢は予感を抱いて展覧会場へと赴く。その彫刻の顔つきにはアスカフツの特徴がよく出ていたが、作者はやはりあの時の彫刻家でなお荒井大輔と言った。荒井に歯垢を述べた鳥沢だったが、その後鳥沢を呼び止めた生命保険会社の調査員の男はこの彫刻の大きさが 人間の実物大であり、本当の人間の顔からそっくりとったものではないかと指摘。さらに、この彫刻とよく似た顔の拓磨京子という女性が最近死んだ事実を告げる。しかもその遺体はなぜか微笑んでいたというのだった松本成長スペシャル美少の儀式。1995年3月7日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場は国手放映。 視聴率18.7%。過去の彫刻家を主人公が思い出すストーリーとなっている。ほか、ありがとうございます。